どうも、高井です。企業は資本家の言葉にしか耳を傾けない。だから時給を上げたいなら不安に感じても一度退職を考え企業を苦しめよう。この資本主義の社会において資本というものが主人公であり、私たち労働者というのはただの会社のパーツでしかありません。つまり資本家の言葉にしか企業は耳を傾けてくれないんです。株主総会で意見を得るっていう機会はあるでしょうけど、ただいくら労働者にストライキという権利があろうが、そんなものはただの権利であって、ほとんどの場合は会社側にその力は傾いているので、ひっくり返ることはありません。絶対にです。なので全ての労働者っていうのに対して、ね、唯一の権利、辞めるという権利以外に会社を変える方法はないでしょうねっていう、それが顕著に見えたのが私の近くにあるスーパーの元気ですね。半年くらい前にそこで凄腕のパートのおばさんが働いてたんですよ。そのパートのおばさんはレジの仕分け、ピッてやってからちゃんと仕分けてくれるという、そういう丁寧でスピードの速いすごい人だったんですよね。その人が辞めてから半年足らずで時給800円、そして今では930円まで上り詰めました。ただそれでもアルバイトできた、おそらく高校生もしくは大学生なのかもしれない、その人が数ヶ月で辞めてしまったんですよね。それだけきつい職場だけど、それだけきつい職場でも時給750円でこぎ使えてたあのパートのおばさんって何だったんだろうって今では思っちゃうぐらい、安すぎる職場ってすごい人が辞めた瞬間にものすごい混乱するんですよ。えげつないほどレジの前に人が溜まってくんですよね。あれ見てると時給930円でも安すぎるんじゃねって、せめて最低1300円か1500円はいるでしょうっていう。あなた自身もきつい職場で働いているなら一度辞めるという選択肢を取るというのが時給を上げていくということにつながりますので、これを見てる人はね、一度辞めるという決断をしてみるのも一つの手だと思います。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。